こののコンテンテツはネイチャー館の提供でお送りしますデイヴのちょっと気になったニュース、リハビリ中のデイヴに代わりまして、今週も僕、森住有がお送りします。今日はですね、フォワード紙によると、ニューヨーク在住のユダヤ教のラバイ、ジョシュア・フランクリンさんは、実験的にオープン AI 社が昨年11月に公開したチャットボット、 チャット GPT をを使い制作しししたた説教を公開しましたこの説教は信者さんの前でこれから行う説教は自分が制作したものではない旨を伝えて公開しているものなんですがこの説教が AI により作られたものだとは信者さんたちは誰も思わず説教の最後で種明かしをしみんなをびっくりさせたそうなんですね デイリー・メール氏の取材を受けた AI のエキスパート、リチャード・デビアー氏によると、5年以内に AI は世界に存在する仕事の20%を奪うことになるだろうというふうに推測しています。もうすでにドゥナ a ペイという会社はですね、チャット g p t を使い、スピード違反などの法廷の弁護をチャット g p t を使ったサービスを提供しています。 さまざまな会社がカスタマーサービスに AI を応用することを検証しています。まあ確実にさまざまな分野において AI が使われ始めていることは確かですし過去の判例などを分析する必要がある弁護士の仕事や企業の方針を理解する必要があるカスタマーサービスの仕事などに AI が応用されるのはまあ想像できますが宗教活動に、まあ、説教に AI を応用するのはなかなか面白いと思い、iPhone のアプリ、Historical Figures というのをダウンロードしてみました。えこのアプリはですね、さまざまな歴史的人物とチャットができるアプリです。まあ、アンディ・ウォーホルとか、ダイアナ妃とか、えー、スティーブ・ジョブズとか、ヒトラーとか、さまざまな歴史的な人物とチャットができるというものなんですね。で、僕は キリストと会話をしてみることをやってみました。まあ、キリストとチャットするのにですね、2500円かかったんですが、これ、まあ、誰を選ぶかによって、<laughs> それぞれ、その歴史的人物の値段が違うんですね。キリストはちょっとね、お高いんですね。さすがキリスト。2500円。<laughs> で、まあ、まず、その、キリストさん、結婚していましたかというふうにね、えー、質問してみたんですね。そうすると、もう結婚してないよ、と。 えー、でもまあ実は結婚していたとの話ありますよねというふうに返したところそれは事実ではない、えー、生涯独身だったというふうに答えてきましたで「まあ、神は複数いるのですか?」というふうに聞いてみたところ「神は一つだ」というふうにキリストは答えましたでも聖書には「神」を複数形で書いている箇所が何箇所かありますよねというふうに指摘したところそれは「 三味一体のことを言っていて三つに分かれて表現されることはあるのだが根本的には一つだというふうに答えてきました。キリストさんは瞑想するんですかと聞いてみました。瞑想するよ。瞑想は非常に効果的なものだというふうに答えてきたんですね。じゃあブッダは正しかったんですかというふうに聞いたところブッダは正しかった。彼は瞑想の力をよく理解していたと。 でなんで教会は瞑想を、キリスト教会はですね、教えないんですかというふうに質問したところ、教会は瞑想の重要性を昔から認識しているよというふうに答えてきました。で、まあ、それに対して、僕自身はキリスト教の教会から瞑想を教わったことがないよというふうに言うと、その不満はよく理解できる。 一般的には教会は瞑想の指導をしない、しかし指導する先生もいるよというふうに、まあ、このようにですね <laughs>、まあ、まあ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 という感じの、ねえー、答えが返ってきて、まあ、これをあの制作した方の話では、やはりこれまあ子供というか、えー、生徒さんに向けて彼は開発しているというふうに語っていましたね。要するにその歴史上の人物 こういう話をしていて、こういうことを言っていたというふうにあの授業で聞くのはちょっとつまらない、それよりは直接こう会話をして、どういう人だったのかっていうのを、えー、なんとなくこう理解するためには役立つのではないかという目的で制作されたそうです。はい、ありがとうございます。これ結構やばいアプリが出ましたね。<laughs> そうね、ヒストリ i g フィギュア、まあ、はい おそらくまだ多分英語なんですがまあ日本語にもそのうちになるでしょうというふうにはね、うん、思いますけどね。うん、チャット GPT 自体は、はい、あの日本語でには対応していて、はいえー、もう Google さんもかなり焦ってるっていうそうねチャット GPT の開発にはそのマイクロソフト社がね、はい、そのオープン AI 社に出資しているということで。うん でまあ、これ相当やっぱそのいわゆるスピード違反のさその法廷とかだったら、はい、チャット GPT の方がただ、うん、弁護士雇うよりも、はい、うまくやってくれるよっていうことでねそういうサービスもまあ始まっていて、はい、まあいろんな企業が、ね、このチャット GPT をね応用してくるだろうというのはね、まあ、目に見えてますよね。うんうん Google とかは1つのことを検索するとなんかあの検索結果としていろんなこう情報が出てきてそこから僕らがチョイスしないといけないんだけどチャット GPT は1つの質問したらまあ自分に合った答えをちゃんと返してくれるっていう。うんうん、でまあそのこのね「ヒストリカル・フィギュアなんかをやっていてちょっと変なところはねあの事実関係がちょっと弱かったりとかするところはあるっていう指摘はあるんですが。 会話としては今までのそのチャットボットとは違い、うん、結構本当に小会話をしてる錯覚を持つ感じにはなっていますね。本当にあのナイトライダーのそうね、あの <laughs> 彼みたいな感じになってきましたよね。そうだね。だから本当に何かあの結婚式で失礼のない 挨拶を考えてくれとか、うんうん、そういったことに対しても割りとこう小説家がこう試したショートストーリーをチャット GPT を使って、はい、最初の1行だけ小説家が書いて、うん、あとはチャット GPT のそれなりのね、うん、ストーリー、えー、そしてまあ文脈もなかなか小説家っぽい感じで。うん こう書いていてて <laughs>、はい、でもそのうちこう誰々風に書いてくれとかももちろんできるようになるでしょうし、うんうん、まあ世界は変わるのではないかというふうにね言われていますけどねだからその会話とかがまだちょっと荒い部分はこれからこうどんどんこう精度を高まっていくんでしょうねまだだって、はい、昨年の11月に出たばっかりだよ、うんね、<laughs> まだ今何月よっていう。うん こんな数ヶ月でね、うん、あのまあこの程度のものがね使えるわけだから、うん、だからあのパソコンのプログラミングのコードとかは割と正確に出すんでそうみたいですね、はいうん、だまあプログラマーもほんと仕事がなくなるんじゃないかなどというふうにね言われていますけどねまあ実際はどうだかはねちょっとわからないですけどまあここで 言われているように世界不況に突入するとしたならば、うんうん、企業はあらゆる面でそのコストカットをこう考えてくるのでまあ爆発的にチャット GPT のようなねその AI が爆発的に普及する可能性は考えられるかなとは思いますね。うんうん、よく言われているのが、はい お子様ですよねそのチャット GPT が物心がついた時からあって、はい、まあそことずっとその会話をこう楽しんでいていろんなことを学んだりとかしてっていう世代がねこれから出てくるわけですよね。そうするとでまあそのチャットボットももっとさらにこう進化していくとちょっと人間じゃあ物足りないというか。 うん、人間との,その会話にねこう、まあ、ある種こう慣れていなかったりとかねどうなっちゃうんだろうなっていうふうにはねその友達はみんなボットだったりとかねっていう世代はまあ確実に,確,に確実にねに、はい、出てくるんだと思うんですねもうか確実に自分の周りのこう大事な意識体というか AI は意識はないですが、はい、AI がメインの。 自分の身の回りのあれになるっていう時代は確実にもうすぐそこまでやってきてるのかなっていうふうには思いますね。今日ボットのよしこちゃんと遊ぶのみたいな感じになりかねないってことですもんね。うんうん、そうでまあこれがそのメタバースとくっついて、うん、まあホログラムなんだかんだか知らないけどまあある種の,その肉体的なレプレゼンテーションが正確なものがこうできるようになったら。 本当にその,シミュレーションの世界に、ね、あの入っていくのかなと本日紹介するネイチャー間の商品はグミ手軽に CBD を摂取できるグミタイプで毎日おいしく必要な量の CBD を摂取することができますジューシーで一口に高品質かつ t h c ゼロの CBD オイルが配合されておりオイルの持つ独特の風味や カプセルタイプが合わなかったという方におすすめ1粒 10mg25mg の CBD オイルを含む2タイプがありご自身に合った摂取量でお選びくださいそして CBN オイルヘンプに含まれるカンナビノイド t h c の酸化分解によって生成される CBN オイルネイチャー間の 10%CBN オイルはイル 高品質のカンナビノール CBN と純粋なオーガニック MCT キャリアオイルを組み合わせたオイルです専門家による抽出とろ過が行われ検出されないレベルの THC0.01% が保証されています体内のエンドカンナビノイドシステムと総合作用し心理的機能へ働きかけることで効果が認められ 睡眠補助として世界中で使用されています毎日のニーズを満たす逸品としてぜひお試しくださいさて現在このチャンネルをご覧の皆様に「イチャーん」の商品が15%オフとなるお得なクーポンを公開中です購入の際に所定の入力フォームに「デイブ15」と入力してくださいセール商品にも併用可能です心身のリラックスやストレス緩和 不眠のの緩和などの効果を期待でできるとということで世界中で注目を浴びる中厚生労働省の認可を受けた CBD 商品を試せるお得なチャンス詳細については下の概要欄をチェックしてください、えー、先週は最新 UFO 情報、はい、ということを頂い,いてあの最新 UFO 情報で、えー、お話しいただいたんですけど、えー、茶丸さん アメリカという国が自分たちよりも科学的技術が優れた国の未知の飛行物体があるかもしれないなんて疑ったならば世間に公表するだろうかその可能性が少しでもあるなら自分たちが一番だと思いたい国だということで全部隠すと思う1 2ページと少ないながらも公表するならば本当にわからない地球由来のものでもないと確信しての公表か全てがでたらめのような気がする うん、それの方がアメリカっぽい、うん、だが、うんうん、まあ多分そこを一番恐れてるのはそこなんだと思うんですね。うん、自分たちより自分たちよりも優れたそのドローン技術をどこかの国がもしかしたら保有してるのかもしれないっていうね。うんえー、っていうことなのではないかなというふうにはね思いますね。UFO、現象の根本的な あれをこう突きつつ止めようというふうにあの考えてるとは思えないですね。そういうことではないと。おそらくね。まあ国防省管轄だからさ。うん、<laughs> 国を守るところを、まあ、メインに仕事をしているところだから。レノン KKK さん、えー、スキンウォーカー牧場への人体 影響と関連性がありそうみたいな、うん、あのスキンウォーカー牧場の回でもねいろいろ話しましたがあの関連はあるのかなというふうにはね思いますねスキンウォーカー牧場に送り込まれた、えー、学者たちがまあこのマイクロ波なのか電磁波なのか。電磁 わからないですがまあそれによってその健康被害を被っているというお話はあるんですねこれどこまでが本当なのかわ、えー、からないんですがそういう話はありますね、えー、先週ちょっとこれ収録している時に僕ぎっくり腰になったんですけどはいはいはいどうですかその後いやあんまり改善してなくて改善しないはいあの その後にちょっと改善したんですけど子供を抱き上げたらまたピキッときてあん<ー>まりあれなんですけどデビューですね <laughs> 辰弘さん一郎 <laughs> さんのぎっくり腰は電磁波を使った米軍からの警告では UFO には関わるなっていう、うん、あんまりこういう話はしない方がいいのかもしれない気をつけていかないと金曜日のお意識のお話はい 若さんからスーパーチャットを、えー、いただいて面白かったこのトピックを展開していくとバタフライエフェクトやあ101匹目の猿などともつながっていきますね、うん、と私は以前から地球意識という概念想念、えー、体系が存在しているのではないかとホロースコープシステムを通じて推察していました、うん、例えば太陽系の他の 惑星たちそのような、えー、惑星独自の意識体を持っているのかもしれないなという,う仮説妄想を立ててホロスコープを捉えていました、うん、今回の配信でビッグデータに対する新ししい着眼点も持てましたというそうねそのね地球意識というものが存在するのかっていう、ね、説はまあ昔からねこうあるわけですけど根本的に意識って何だっていうのが何も 今のところ、えー、科学的にも、えー、いろんなそのまあ哲学的にも、えー、答えがないっていうのが現状なんだと思うんですね、えー、これをその解明するのはもしかしたら AI なのかもしれない <laughs> なるほど、えー、ルロウニさんもしビッグデータで未来を予測できるとしたら ダミーをを大量に流してて予測を反らすという勢力も出てきそ私は当然当然それをそのいわゆるその、えー、フェイクな情報をね大量にこう流すっていうマニピュレーションはまあ今も行われているんだと思いますねソーシャルメディアなどを見るとねそれがまあその大きなその国家がやってるとかっていうことじゃなくても いろんな人が <laughs> いろいろとマニピュレーションしようと、ねえー、するっていうことは、まあ、例えば、えー、仮想資産のそのスレッドの中でいろんな話を「はいはい、このコインが来るぞ」とかっつってねあ、うん、まあすごい単純なね <laughs> はい、はい、あれですけどねそういうのはもう日常茶飯事でたくさんあるわけですね、うん、これがいろんな分野でこれがもっと大きな組織が。 いろいろ関わってくるとするならば、まあ、国家が関わったりとかするならば、まあ、国家もやってるんだと僕は思う,思うんですけどねまあ本当に何が本当で何が嘘なんだか全く分かんない世の中にはねなってくるのかなというふうに、ね、今までもそうだったのかなとも思いますね。シュナモさんいつも楽ししく拝見してます エゼキエル戦争が現実味を帯びてきました。このあたりの聖書予言について、アリさんの考察を動画で見てみたいのでリクエストします。これからも頑張ってください。はい。まあエゼキエルはその聖書のねあの中にこう登場する予、えー、言者のうちの一人だったというふうにね僕は記憶していますが、あの聖書に載っているその UFO 現象としてはエゼキエルの話は非常に 有名なんですね、えー。輪っかみたいなものが、車輪みたいなものが飛んでいたっていう話で、うん、羽が四つあって顔が二つあってみたいな、まあ、かなりぶっ飛んだ<ー>こう話なんですけどね。まあ今度ちょっと調べてみます。はい、テディーズピクニックさん、二、えー、月七日に近づいてきましたあの、うん、火曜日ですね、はいえー。インボンバレンタイン三点ゼロ。 イベントは行けないと諦めていたら配信チケットもあるんですねと今気づきました、えー、即購入します楽しみになってきましたということでありがとうございますオンラインチケットを購入していただいたようです2月の7日に渋谷のロフトナインで開催されるインボーバレンタイン3.0出演者にですね新たにサイキック芸人のキックさんが、うん、の登場がですね新たに決定しました 配信のチケットもありますので興味のある方はぜひチェックしてくださいはいキックさんも結構 YouTube とかで言えない話をすげえ持ってるのでうんそうなんだよねほん、はい、こう,もう言えない話 <laughs> たくさんあるんでね、はい、でもこれさ配信しちゃったらさ、はい、言えないんじゃないの配信の場合は言えるの <laughs> そク<の> <laughs> さんにはなんそうここに来てる人は、はい のの間話だからできるみたいなのは分かるんだけど全国に配信してたらさそうですねに言えなくなっちゃうんじゃないとかってちょっと危惧するんですキックさんには内緒にして一応その配信チケットはツイキャスなので一応クローズとそうですねですで7日を過ぎても2週間は購入してあの 視聴できること視聴できるので、でまあそこもなおさら妙な発言はできない。<laughs> えー、是非皆さん遊びに来てください。以上、デイブのちょっと気になったニュースでした。